ここ今5ミリぐらい漆黒の太陽と黒皮の部分隙間があるじゃない、はい、これギリギリまで攻められない、うん、くびれさせてって感じします、うん、その方がシャープでかっこいい、なんかおしゃれですね、うん、はい、セクシーだね、はい、そっちの方が動きあるよね、うん、でこの皮は基本的にあの本当に編んである皮なんで、めちゃくちゃあの価値のある皮なんですよ。いやものすごくいい、うん、これ編むの大変なんだよ。そうなんです、うん、大変ですよ。大変大変、本当に大変なんだよ。俺皮は編んだことないけどさ、はい、南の島でカバンとか作る人っているじゃん、うん、はい、うん、白の葉っぱとか使って、うん、はい、太いのだったらまだ楽だけど、この細さで編むって言ったらかなり至難の業だよ。だからここまで細かく編んであるって相当大変だと思うよ。じゃあちょっとカーブつけてね、脇を細く持ってってシャープにしましょう、うん、いいですね、サンダル、うん、サンダルはほぼ徹底で、うん、それができたらもう多分もう OK だね。それで進行します、うん、はい、承知しました。全然いいと思う。よかった。黒黒と、あ、もう抜群、かっこいいですね。めっちゃかっこいい、うん、これかっこいいって思えたら大人よこれはこれでかっこいいと思うし、はい、ただこれやっぱ大人だよね、うん、うん、かっこいい、いやすげえいいと思う。うわー完璧じゃん。俺たちにしてますんで、考えてることできてるじゃん。この2つがバックプリント、うんうんうん、ですね、うん、劣化ビジネス、はい、と太陽、はい、うん、全てこの黒シリーズにしちゃった方が、うん、今日あの統一感でかっこいいと思うんで、全然いい、はい、袖に漆黒入れてます、うんうんうん、クルーネックにしまして、うん、こちらに関してはセナ後ろのところですね、うん、はい、に漆黒入れてと。でタッチもすごいよくて、肌がある気持ちいい、はい、あ気持ちいい、気持ちいいです、うん、これもボディで無地の状態で、うんうん、結構長く着てますけど、うん、全然へたれないですし、うん、はい、じゃあやっぱりね、はい、生地すごい大事なのよですね、はい、今漆黒これ着てんだけど、はいはいはい、カズさんが、はいはいはい、この T シャツ見て、うん、それ生地すごくいいの使ってるねこれあれなんですよっつって、俺とガルニエさんで作ってんですよっつったら、すげえ高いでしょって言ったから、いやガルニエさん頑張ってギリギリまで下げてますただもうないんですけどねすいませんっつって、次はお渡ししますって言ったんですけど、ありがたいです。で着てすぐに毛羽立っちゃったりとか色褪せしちゃったりすると、それが悲しいから、やっぱ生地ってすごく大事だなって思うんですよ、作る時に。だからそれ考えてやっぱり作ってるじゃない、はい、だから抜群だと思うよ。で今回のこのデザインだって本当にかっこいいと思うし、いや苦労したね。ちょっとでもこうまとまれば本当よかった。多分デザイナーさんノイローゼになったんじゃないかと違う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 言われて、いやでもこれ月下美人なんて本当最高じゃん。夜に咲く花だからね。これ光が当たったらちょっとこう光でわかるっていうこの図案が、うん、同色で引き出ていくって、うん、やっぱ大人なんですよね。大人の色気なんですよ、うん、こっちは水性顔料でこう中にあるっていうか染み込む感じ、はい、これはなんていうのちょっとラバーの分量増やしてこう乗っけてる感じ。以前的場さんがおっしゃってたそのラバーの話、楽屋で撮影させていただいた時のあれが出てますね、うん、これはいや超いいと思う。絶対乾燥限りじゃダメだよ注意喚起までしていただいてありがたいです。ファスナーのこの形ってもう決まり変えられるんじゃないか、引きてよ。でこれに T シャツ合わせてさっきのサンダル履いたらめちゃくちゃかっこいいよこれだって街でもすげえかっこいいと思うけど、うん、これで海いたら、あれあれ、あれあれってなんかちょっと雰囲気違う人いるな。これだけ着てみるか。はい。
今期の売れ筋来ていただいてありがとうございます。本当ですか。いやこれ着やすいんですよ。でこれ知ってる？こう色変わるの。色変わるの。坂毛と波江です。存じ上げてます。俺たまにここに名前書いて、的場って書いて歩いたりする時あるんだ。いいよね。色変わんないです。この丈はちょっと正直僕は全く想像できてなかったんで。いや前回だった。いいね。なかったんですけど上がってみたらあこれは。ありだなと思ったんで絶対さ、ありですね。これぐらいまで上げてさ、ちょっとだけここが緩んでる感じが絶対いいじゃん。確かに普通のショートパンツよりかは大人の方好みそう、うん、僕らの概念になかったですね。なかったな、マジでなかった。素人考えで言ってるだけだから。いやそれがいい真実な、もっとピタッとしてもいいかなとも思うんだけど、ただやっぱりいろんな人に来てもらいたいから、はい、これはまあでも全部売れそうです。今年の夏ガルニエやばいじゃん。マジで超いいのできてるよ。ちょっと T シャツ一枚使ってよ。ああですね、ですね。俺も龍着てこようかな。はい、龍着てくるな。うん、いいじゃんいいじゃん。2時間すごいですね。もう気持ちいいもん。気持ちいいですね。汗かいても、うん、最高。なんかね、的場さんっぽいっすもんね。もうらしさが確かにかなり出てきてます。俺の遊び行く時とか仕事の現場に行く時とかってもう好きなんからこんな感じなんだよね。今年もなんか本当いい夏になりそうだね。いや、ほんといいと思う。みんな頑張ったもんね。いや、何度打ち合わせしたか分かんないもんね。そうですね。食事にも行けるし、海にも行けるし、はい、運動もやろうと思えばできちゃうよ。そうですね。みつみちゃんにやらせないよ、これで反復横跳び。やらせます。やらせます。靴だけちゃんと紐靴履かしてあるから。そうですね。怪我しちゃった。足滑りたりよ。サンダルだと怪我しちゃいそうだね。そうですね、うん、この格好のままやらせますね。はい、ね、ちょっと泉さんのまたあの素晴らしい運動神経を見せていただいて。ありがとうございます。ここからまだ作業たくさん皆さん菱沼さんとか松田さんとか町田さんとか、はい、ね、野月さんとかあるだろうけど、僕からするともうほぼもうあとは待ちかな、そろそろっていう、うん、前回俺が着させていただいてすっげえ欲しいって騒いで、野月さんが絶対売れませんって言ったやつ。あの絶対売れませんもんなって言ったら俺がもうめっちゃ気に入った。今の感じだと大げさになってくる。だんだん売れるわけありませんよこんなの。僕的場さんに言ったみたいな。ブルミにもなってくださいよ。そういう感じでしたけど、はい、でもあれめっちゃそういう感じになっちゃった。短くいいですね。あれ使う時間かかるもんな。先にちょっと時間かけて、そうだからあれを俺だから考えて、これは質問、これもまた質問になるんだけど、こう格子でこうなってるっぽい、はいはい、大丈夫です、うん、はい、やっぱりちょっと来た時に獅子っぽく見える、もうちょっとホワイトタイガーに見えるようにしたいんですよ、うん、はい、であれ結構あったかかったじゃないですか。そうですね。だからあのあったかさをキープしつつ、うん、あれをもうちょっとスリムにして、でそっ、あ、そう、違う、これ言わなきゃと思ってたんだ。違う、これは作りたいの。なんだ、ベロアで上下で後ろにフードをつけた感じのパーカーだ。このタイプであったか、あったかめって言っても超あったかいじゃなくていいんですけど、ベロアの黒の上下で漆黒をそこに作りたいの。結構スマートな感じで、はい、スーッとした感じで、はいはい、言ってみればスカジャンにパーカーつけました、はい、みたいな。すげえ難しいのかもしれないですけど、袖口から竜が、小さい竜なのかがうわーっといますみたいな、はい、ここら辺のデザインを生かしたいんですよ。漆黒と月と
竜みたいな、はい、秋冬ほとんどもうできてますね。頭の中では自分がもう今年の秋とか冬着たいのはこういうのだよなっていうのがあるんですよ、はい、うん、だって舞台挨拶でほら着させてもらったぐらいだから。ああ、それは拝見させていただきました。はい、売れないって言ったやつ。1個目の動画も2個目の動画も3個目の動画もそれ全部入ってるんですよ、ね、僕がそれを言ったってことが。本当、はい、ありがたいです。そこにあのすごい抑揚がつきました動画に。僕でよかったです。いやいや、でも、はい、でもいや俺それ素敵だと思うのよ。言えるのが素敵な関係じゃない。まあそうですね、うん、まあそうですね、部署部署が違う、売れないなって思いつつも、はい、あ、分かりましたって言ってるよりは、はい、いや僕これは今回きついと思いますって言えちゃう会社って素敵じゃない、はい、その予想が外れるか、はい、外れるずれないかまた別としてさ、ね、はい、話し合って本当に作っていける会社って絶対いいと思うからさ、うん、多分町田さんだって俺に「いや松葉さんそれできませんよ」とかって言ってくれるし、はい、町田さんの付き合いがやっぱり長いから「いや松葉さんそれは無理だ、無理です、無理です」とかって言ってくれるから、そういう関係でものを作っていけるから、多分できた時に「おお超すごいのできたね」って、はい「頑張ったよね」って多分ギリギリ攻めてるじゃない。楽勝できることは多分俺言わないじゃない、はい、素人だから。この図案はね結構悩みました。すごい俺電話したじゃん。マジさん違う。俺の言ってるものと違う、ね、うん、これじゃあ月下美人に見えないとか、もっとトライバルとか、竜とドラゴン違うんだからとかってすごいやったじゃん。こうねもんだからね。マジさんなんてだってもうちょっとそればっかり考えてたから、車を運転してて、あの近くにあのデコトラみたいなのが走ってたんだって、はい、でそれに竜が入ってたんだって、これ写真撮った。こんな感じでさ、これでしょ。まあ近いけど違うんだって、送り返して。そんなたまたまはないですよね、なかなか。そうそう、言ってることはちょっと違うって。ちなみに竜とドラゴンって何が違うんですか。ドラゴンはやっぱ西洋なんですよ。目だったり、はい、まあ、爪もそうなんですけど、体の太さだったりとか、全然違うんですよ、はい、ドラゴンって結構地面の上歩いてたりするんですよ、うん、デザインで、デザインで、背中に翼がついてて、はい、竜の顔してて火吐いててみたいな、はい、でもやっぱり竜っていうのは神だから、はい、うん、もう翼なくても空飛べるから、はい、うん、で目はものすごい迫力のある目をしてるから、きつい目と、はい、きつい目ではあるんだけど、そこにその目の中に慈愛があるから、はい、竜ってだからもう俺の中ですごい好きなの、うん、でドラゴンと竜を合わせて実は一番好きなんだけどね、うん、竜は割合この東洋では神様って言われてるじゃない、神竜とかさ、その水の神様とか言われてるじゃない、はい、でもドラゴンって海外では悪の化身のことが多いんですよ。へー、そうなんですね、うん、だからドラゴン退治とかってなるでしょ、はいはい、だから俺の中ではドラゴンと竜って全世界的に見た時に一番人間に近いなって思ってるんですよ、はい、うん、誰からも好かれるわけでもなく、でも全員に嫌われるわけでもないし、人間ってそうじゃないですか、うん、的場浩司のことだって嫌いなことやつは絶対いるはずだし、でも的場浩司を好いてくれる人もいるわけだし、あ、一番人間に近いもの生き物だよな竜って思って、だから自分は竜のようにで、それでいて強いじゃない、うん、ブレない、折れない、負けない、うん、あ、俺そんな人間になりたい、だから俺竜になりたいって中学生の頃から思ってたんですよ。でも竜にはなれなかったけどね。いや確かに言っていても結局人間のまま終わりそうだけど、まあ何やけるでしょ。いやでもこれ夏物はとりあえず生地も抜群だし、デザインも抜群だし、今着てて着た感じも抜群だし、まあ本当サラサラでこう気持ちいい生地また見つけてきてくれたなって思ってるし、でデザインも本当苦労した分出来上がったの見たらものすごい
大人な感じのデザインになってるし、でキャップはまだ見てないけど、今写真で見せていただいたんですけど、多分写真で見る限りは僕のイメージに合ったものになってるので、で、まあ、サンダルも今日修正箇所をみんなで話し合ったので、もうほぼそれで出来上がってきて、多分相当セクシーなサンダル出来上がると思うんで、僕は待ちます。はい。はい。しばらくお待ちください。はい、しばらく。はい、来るのを待ちます。はい。お願いします。いや、頑張りましたよ、皆さん。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様ありがとうございます。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 